またここか。必要な場所なのか。ずいぶんお久しぶりですね。玉切れか。Thank you.
起因する。最も初期の自覚症状は脳幹への鋭い痛みである。段階を追って毛細血管が膨張出血する。自我の喪失に伴い強い自殺衝動が見られる。やがて彼らは自我を維持できなくなり、私の思い通りになるはずだ。だが何かが完全に同化することを邪魔している。起因する。最も初期の自覚症状は脳幹への鋭い痛みである。段階を追って毛細血管が膨張出血する。自我の喪失に伴い強い自殺衝動が見られる。やがて彼らは自我を維持できなくなり、私の思い通りになるはずだ。だが何かが完全に同化することを邪魔している。ジョセフ、
無事でよかった。何が起きたか分かりませんが、無事ではない感じです。ここはどこです？おかしい、何か変だ。まるで自分の頭が他人の。聞こえました。すぐここを出よう。動けるか？すぐ。ジョセフ、助かりました。早くここを出よう。気をつけてください。手慣れているようですね。爆弾をこんな風に置くとは。
やれるか。下がって解除してみます。無線のノイズと同じ。ジョセフ、まさかお前まで。自分に何が起きてるか最近体調が良くありませんでしたが、とにかくここから脱出する。この場所は普通じゃない。ええ、you
違う、そっちじゃねえ、違う違う、違う、そっちじゃねえ、違う。入院患者は大勢、誰も退院しない。大丈夫。顔色が悪いようですが、お大事にしてください。キッド、ここから出して。待ってください、これも罠です、見て。平気です。こっちで援護してください。待ってろ、今行く。私だけじゃ手に負えません。いるんだ。
ざけやがって。まだなの？クロスちゃん、上に敵が。やったか。やったのか。まだいるようですが。敵が押し寄せてきます。無茶するな。下がれ。これ見てもらえますか？これは開けられません。別の操作パネルがありそうです。もう時間がない。ケーブルの行き先は？俺が行く。指示してくれ。
紛れか。別の操作パネルがありそうです。弾切れか。別の操作パネルがありそうです。キッドマンが危険です。別の操作パネルがありそうです。パネルを見てください。同じようなダイヤルがあるはずです。なあ、上下に2つある。じゃあ上のダイヤルを22、下を5に合わせてください。大丈夫ですか。大丈夫か。今行く。どこに行ったんだ。
せ。キッド、返事をしろ。大丈夫ですか？軽傷よ、大丈夫。向こう側からロックされてるみたいね。セバスチャン、二人で持ち上げればキットがくぐって向こう側に行けるかもしれません。頼んだぞ。分かったわ。ともかく二人とも無事でよかった。奇妙ですね。捕らえただけで殺さないっていうのは。彼は脅威とみなさなかった。彼またあのドアか。
弱いのか。
帰りたい。うちに帰りたい。被験者の医療歴には発育遅延、コミュニケーション能力不全、社会的認知障害、反復行動など共感覚の傾向を示す報告。家計的には外部刺激とパターン順応性に対する脆弱性が示されている。何年も探してきたものがお前だったとは、すぐそばにいたとは、驚きだ。間違いない、こいつが適合者だ。これは何なんだ。Thank you.